メスでーす。メスの動画が始まるよ。はい、どうもメスでーす。本日もレインフットボール2022やっていこうと思うんですけれども、タイトルサムネで分かってると思います。おいおいメス、あーもうこういう企画にネタにね手を出し始めたかと思った方ね、大勢いらっしゃると思います。いやただね、今回は割とマジでネタ抜きでいけるんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ富安をねセンターフォワードで使おうと思うんですけれども、あの今までもさよくやったじゃないですか、ゴールキーパー全員ゴールキーパーとか、まあゴールキーパーにね、フォワードやらせてみたとかやったんですけど、以前までってそのフォワードの能力値じゃなくてセンターバックの能力値とかゴールキーパーの能力値のそのままでこうセンターフォワードにやって、さらにポジション不適正で能力が下げられるっていうね、かなり厳しいというかね、もう企画としてねもう本当にネタ寄りの企画だったんですけども、いやいやいや今回はね、今作からは育成方法が自由に決めれるようになったじゃないですか。なのでね、俺はもう今回はねネタ抜きに割とマジでね富安センターフォワードでもやれるんじゃないかなって思ってます。まあね、いろいろ見たんですよ、サイドバックね、センターバックサイドバック、あとゴールキーパーか、まあ見たんですけど、その中で富安がね一番決定力が高かった。でなおかつね、まあここでまあそのなんだろう、フォワードの適性もちろんないので、まあフォワードによって、ね、能力下がるんですけど、それ以上にこうもうディフェンスの能力を一切上げずに決定力とかオフェンスセンス上げれば、まあ能力下げられるけどそれでもワンチャンやれるんじゃないかなって思ってる。なので今からねちょっと富安をゲットしてフォワード化ねやっていきたいと思います。はい、ということでね、富安をレベマにしようと思うんですけど、いやなんかね気づいたら2人いるんよね。俺なんか間違えて2人2回取っちゃってんだよな、富安。オッケー、じゃあちょっと育成していきましょう。またガチャ引いちゃっていっぱい。よし、これでレベルマックスと。はい、でね、あの冒頭でもお話したんですけど、マジでいけると思ってるんですよ。全然いけると思う。なのでもうディフェンスは一切上げないで、スピード瞬発もまあ割と初期値にしてはあるので、とにかく決定力を上げる。でね、ポジション不適正でどれぐらい下がるか分かんないんですけど、とりあえず70はゲットしておこうか。であとは瞬発だね。はいはいはい、あいけんじゃないこれ、割とマジでかなりいいと思う。これもフォワードでしょこれ。まあちょっとね決定力オフェンスセンス80乗せたかったけどちょっと乗らなかったですね。まあまあまあこれでいきましょう。はい、いやいけるぞ、ガチでいける、やろう。はい、ということでね、スカットの方に入れました。総合値64、ちょっとねまだ能力見てないんですけどちょっと見てみようか。はいはい、あここでは表示されないのか。えこのままいける、もしや能力であれば余裕でやれるよ、マジでやれる、全然やれる。よーし、じゃあいきますか。これで試合の方ねやっていきましょう。えさすがにねちょっとあのリーグ戦の方行くのは嫌なのでイベントの方行きます。さあということでやっていきましょう。めちゃくちゃ大事だよ。さあ調子はドーン、うわーナイス、好調はナイス。これどう、うわほらオフェンスセンスも76だよ。いけるいける、絶対いける。え決定力も74ある。あこれ別にポジション不適正でも下がんないっぽいね。いやいけるぞこれガチで。よし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 、もう普通にゴール決めます。はい、さあということでやってまいりましょう。まあね、あのうん、もうネタ抜きだねこれは。うん、もうなんだろう、普通にやれますよっていうね、まあ育成こんなすげえんだよっていう、まあそういう動画ですね。やばい、あー抜かれちゃったなこれ。いけるか、ナイスマニュキー、ナイスマニュキー。おー来るよね、お、これは無理だ。さあ止めるよ、右か左かどっちかな、なんとなくだけど左、わー取れる、ナイス、シュートまで行きたい、トミヤスシュートまで行きたい、いいよ、もうトミーしか見てない、トミーしか見てない、あーくっそ、お来たよ、はーい、あざす、あーうそー、もうトミーしか見てない、いやオッケーオッケーオッケー、とりあえずロベカルで、ここ出すトミー、はい、シューキャー入れて、うー惜しい、はい来ちゃった、ナイスカット、トミー来た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 、はい、あーいらねー。さあトミーもう一回頼むぞ、
あ、ロマーリオ、ロマーリオ、ちょっととりあえずロマーリオで打ってみるか。入るんかい入るんかい、ロマーリオ、あっさり。いや、あの位置にトミーや飛び込んでほしいんだよな。よし、ここ出そう。よし、もう一回インパクトクロスいく。あー、ダメだ、ちょっと無理だ、追いつかれる。あ、トミー、違う、トミー、あ、来た、トミー、あー、くそ、もう一回、トミー、くそ、打て、くそ、あるよ、トミートラップする、ダメでした、トミーと、あー、あるか、トミー、おっそ、シュートまで、おっそ、あー、ということで、引き分けか。うわー、でもまあ惜しかったな、トミー。いや、やれるやれる、改めて確信した、やれます、トミー、やれます。さあ、トミー、お、対戦相手すぐ準備完了してってことは割と初心者説頼むよ。よし、トミー調子普通、オッケーオッケー、いけるいけるいける。さあ、行きましょう、トミー、この試合でハットトリックしよう。さあ、行くぞ、トミー。よし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 。まあまあ、慌てずね。慌てず回していきましょう。おっと、危ない。取れる。はい、デブライネ見る。抜ける。はい、トミー、どうよーし、なはははよーしじゃない。普通普通普通。ネタ動画じゃないから。もう普通です。やれるんだよ、分かってたもん。はい、いいよ、めっちゃいい形じゃないこれ。はい、トミー抜け出す。はい、反転して落として、ロマーリオ行かない。はい、と落として、とーよーしほーら、ほーらじゃない、もう普通だって。だから喜んでない、もう当たり前これは。えっはい、ということで、もう冨安2得点であっという間のギブアップ。もうこういうこと、こういうことです。やれるんです、普通に。はい、ちょっとだいぶカット多めでもう1試合だけいきたいと思います。はい、さあ、ということで3試合目いきましょう。はい、トミーいっちゃっていい、トミーいっちゃっていい、反転、あのマリオオッケーオッケーオッケー。いや、トミー決めさせたかった。そのまま打ってもね、なんか弾かれる気がしたんで、今反転しちゃったけど、打っちゃよかったかな。でも反転して背負うっていうのはちょっとやっぱ厳しいかな。わあ、ナイス。ああ、パフォールだね。まあまあ全然いいですよ全然いいですよ。今日のゲーム面白くなってきました。やばい、あーあー、なるほどね。はいはいはい、パホっていくスタイルね。なんか微妙に切ってるけど、はいはいはい。これはファウルではありません。オッケー、トミーいけるか。はい、トミーナイス。はい、あざす。オッケー、パホっていこう。オッケー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 。はい、この辺かな、この辺が割と面白いパフォーマンスしてくれるはず。はい、デコピンか、オッケー、ピーンと、オッケー。よっしゃ、来たー、なんでトミー決めて、朝か。オッケー、ナイス、ロマーリオ行く。はい、トミー、あれあれ、トミーに繋がらない。トミー、トミーあるか、トミーあるか、トミーからロベカル、いいよ、行ったか。うー、あ、打てねえか、それ。いいんじゃない、トミー、トミー、トミー、頼む。トミー、あれは決めねえとダメだ、トミー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 頼む。あ、なんでおうおうおうおお、ちょちょ、トミー取って、あ、トミーナイス、あえ
おー、来た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 、もう一回来た、もう一回来た、もう一回来た、もう一回トミー来た、もう一回トミー、トミー、あトミー、ナイス粘りだ、ナイス粘り、よし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 、いやもう、もう一択でしょ。はい、頼むよ、決めてよ、トミー、決めてよ、トミー、トミー、ナイスー、トミー、これは気持ちいい、これは気持ちいいね、よし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 、ナイス逆転ゴール、素晴らしい、あ、交代か、さすがにギブしないよね、交代だよ、あ、イエーイ、トミー最強、トミーよ最強、おめえからフルパ欲してきた、まあ途中で止めてたけど俺は倍返したから倍の時間取っていいんだ、イエーイ、トミーの勝ち、イエーイ、ママ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 、ウィキレマナ